はいどうもみなさんこんにちはマリノスを恋なく愛する男シュンですはいみなさんこんにちはサッカーをとことん愛する男 DJ の方ですよろしくお願いします <laughs> あれどうしましたなん <laughs> でもないですよ <laughs> おかしいですよ全ンラ監督みたいになってますよ <laughs> あの聞き取りやすさをそうですねあのシティのね えー、ウィ <laughs> スタハムのレビュー動画を上げたんですけれども、あの、ありがたいことにですね、先ほどコメントをいただきまして、右を見ろっていう方からコメントをいただきまして、ちょっとト,トムのですね、声が聞き取りづらいと。まあ僕もそれは前々からずっと思ってましたし、えー、僕のあのー、お嫁もですね、ずっとあの言っておりますので、<laughs> これはしっかりと改善していただければと。了解です。いや、それ素晴らしいですよ、その声。いいですね。<laughs> はい。すばらしい。それでは、はい、えアンデルソン・ロペスがいます。それではですね、えー、横浜パー。パワーじゃないんだよ。それ,それでですね、えー、横浜行く前にのせたい鹿島アントラーズのレビューをしていきます。マリナス、ナイスでかいでかすぎる、この勝利。 素晴らしい。僕と DJ トムも鹿島スタジアムに行ってまいりました。鹿島スタジアムに行った皆様、渋滞お疲れ様でした。東関東、自動車道、一歩も動かず、タラ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 しか動かず、電波も薄く、辛い時間を過ごしていたんじゃないでしょうか。まあ、勝ったから良かったですよね。勝ったから良かったです。あのバスにですね、鹿島アントラーズサポーターもたくさんいましたので、アントラーズサポーターもは苦行の時間だったんじゃないでしょうか。 そうですね。試合は良かったですねとっ。とにかく勝って。いや、ほんと、とにかく勝って良かったなというような試合でしたね。あの、前半はですね、ちょっと僕も見てましたけれども、かなり、えー、押し込まれていたというか、やはりアントラーズの戦い方に、徐々にハマっているような戦い方で、なかなかマリノスらしさが出していなかったのかなと思ったんですけれども、いかがでしたか、前半は。いや、もう前半はもうアントラーズ、あれしかない。 最初はそううですよねもう全力で前から来て、全力で前から来てマリノスもですね、ちょっと細かいミスが多かったりとか、まあ、そういったところがあったので、苦しんでいた中でのこの鈴木馬選手の失点、これは非常にちょっと痛かったですね、これは。いや、アントラーズ、あそこで点取れなかったら厳しかったんですか、本当に。 そうですよね。理想的な前半なんですかアントラーズ。アントラーズからしてみると。アントラーズからしてみると理想的な前半。まあ、理想的な入り方っていう感じですかね。まあ、失点食らわなければ多分完璧だと思うんですけど。そうですね。失点食らわなければ、アントラーズとしてはもう、プラン通りというか。はい。プラン通りにしっかりと試合を進められていて、で、あのー、前半の34分にアンデルソン・ロペスが、えー、同点ゴールで、えー、同点に追いつけたっていうのは非常にでかかったですね。あの、なんか入ったか入ったのかわか,かんない。 そうですね僕らちあの、ビジターサポーター側の,あの指定席から、えー、見てたんですけれども、本当に入ったか入ってないのか分からなかったんで、喜び、もう喜ぶこともちょっとできなかったんですけど、<laughs> まあでも本当にあの前半34分で追いついたのは良かったですし、やっぱりこの試合はアンデルソン・ロペス、ヤン・マテウスが光ってましたかねねそうです、ね、ンデルソンロペス結果で示してきましてまたね。 結果で示してくれますし、なんだかんだアンデルソン・ロペス点取ってくれますね。うん。最近パッとしなかったっすけどね。そうですね。最近パッとしなかったですし、まあ、この試合得点取ってくれたからもう何の言うこともないんですけれども、まあでも結構収めたりしましたかね。今回の試合とかアントラーズ戦に関しては、ダブルボランチがよかった。ったここ最近で一番良かったじゃないですか。渡辺幸太山根陸選手、非常に良かったですね。良かったっすよね。多分そこに関しては。またマイア後半では本当にね、良かった。うん 球際の部分もそうですし、まあ、ボールを散らす部分だったりとか、ボールをテンポよく、リズムよく、えー、回していく部分、その、どん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 循環させていくところ、そういったところ、渡辺孝太選手、山根陸選手、非常に良かったですし、なんといっても、ここの右、ふなりな右で先発した、角田良太郎君非常に良かったのではないかと思います。どうですかあれ、角田右でしたっけ角田はずっと右で出ました。ああ、角田くんね、はい。まあ、いいっすよね。運んで、運ぶドリブルもあって。 そうですねドリブルでも運べて、まあ、右センターバックなので、いつもだと、まあ、畑中とかがこういうボールをヤンマティスに入れられるんですけれども、なかなかそういったボールを入れられないので、えー、そういったところは難しい中でのこういう先スタメン、先発、ただ、あの角田庸太郎君、本当にかきただったりとか、鈴木優馬に対してしっかりと対峙してましたし、エドワルドもこの試合は非常に良かったんじゃないですすかそうですよ、ね、エドワルドは終始、鈴木優馬を抑えてましたし。 終始鈴木馬を抑えてましたし、終始空中戦、エドワールドが跳ね返してくれてたなっていう印象だったんですけれども、本当に助かりましたね。まあ、この試合はそうですし、結果、この試合落としちゃったら終わりですから、まあ次じゃないですか、次。次、今週金曜日神戸戦、ついにこれが、これが、これこそが頂上決戦と呼んでもいいのではないでしょうか。2位対1位、勝ち点1差。これが J リーグの決勝戦と言ってもいいのではないでしょうか。 私たちもスタジアムに駆けつける予定ですからね、これは。そうですね。はい。なので、この神戸戦金曜の夜ですが、皆さん駆けつける人多いんじゃないでしょうか。飲み会行ってる場合じゃありません。マリノスに行け。マリノスを見に行け。<え>残念ながら僕は、あのー、ちょっと仕事が。 入っておりまして、金曜日、悔しながらいけないんですけれども、DJ トム、一人でも行くとあの、マリサポでもないのに、えー、意気込んでおりますので、DJ トムがですね。この試合は何としても行きたいです、今、本当に。何としてでも行きたいということで、ああ DJ トムがあ現地に赴きますので、私はですね、本当に悔しいんですけれども、実家、実家じゃない、あの家からですね、<laughs> ダゾーンであの、全力で応援いたしますので、 まあ、本当にいける皆さんはもう僕の思いもあの乗せて応援してくれると嬉しいです。いや、この試合は楽しいですよ、甲府戦は。そうですね。で、前回コメントですね、あのたくさんのコメントいただきまして、<laughs> あれこの前のコメントあシ,ティのシティのですね、えー、動画にも一件コメントがつきまして、えー、再生回数全然回ってないんですけれども、<laughs> あの右をミロさんがです、ね、コメントしてくれまして、DJ トムの 人がちょっと声が聞き取りづらいと、ただ応援しているので頑張ってほしいというような、あの、言葉いただきましたので、シティ戦もですね、引き続き、えー、続けていければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。サガントス戦もですね、かなりの、えー、コメントいただきまして、お掃除アイちゃんさんですね、ACL やんないんかいみたいな。忘れるんかいみたいな。ACL 忘れましょうあれは。<laughs> <laughs> TKGA 服イ,インターチェンジさんもコメントありがとうございます。本当にいつも。あの、働くおすさんもですね、 コメントくれました。ありがとうございます。安田おじさん。コメントくれました。安田おじさんもですね、昨日、えー、ね、出身、出身というか、まあ、お住まいが近かったということで、あのスタジアムに行かれたということだったんですけれども、あの、渋滞だ、あ、電車だったんですかね、安田おじさんは。電車かな車から僕らの、僕らのなんかそのコメントを待ってくれてるというのは嬉しいですね。いや、嬉しいですね。うん。忘れますけど。忘れんかい。で、元野きさんも、あのー、 毎回あのコメントいただいた本当にありがとうございます。ありがとうございます。屋根、ね、浜さんね、屋根、ね、浜さんも AC のレビューが今日ぐらいですかと、あおりをいただいてますので <laughs>、<laughs> ちょっとごめんなさい、ACL に関してはあのー、僕らちょっと負けてる試合なんか流すと結構登録者減っちゃうんですよね <laughs>。なので、まあ、ちょっとあれは忘れましょうということで、今回ですね、しっかりとマリノス久しぶりに勝ってくれたので、こういった形で。 上げているんですけれども、この試合の勝利は本当に大きかった。まあでもまあ、次じゃないですか、本当に。ここ,こ,こだって神戸が勝ってたから、勝たないとね神戸も勝ったのでね、まあ、勝ち点一差で、まあ、ここででも逆にマリ神戸があそこで引き分けてたり、負けてたりして、マリノスが首位立ってたら、逆にもっと今週の試合が難しくなっちゃったんじゃないかなと僕思ってて。はい、やっぱ あの、マラソンでもそうですけど、ちょっとやっぱ後ろにつ、疲れてる方が前、先頭走ってる方の人って嫌じゃないですか。嫌ですよね。うん、まあそういったこともありますし、<え>やっぱり1位を走る。で、あのー、まあ神戸は経験がないじゃないですか。駅伝でも嫌でそう。いや、マラソン的にほぼ一緒やん。<laughs> これ、こんなこと言ったら、あの、ごめんなさい。マラソン、駅伝界の人に怒られちゃうかもしれないんですけれども、<laughs> <laughs> あのー、<laughs> そうですね。まあ、この2位で、勝ち点1対でマリノスは、え、次の頂上決戦を迎えられると。これは非常に、え、大きいのではないかなと思います。しかも、ホーム。絶対に負けてはいけない。ま、整いましたよね。舞台は整いました。あとは、マリノス。まあ、厳しい台所事情ではありますが、どういった布陣を敷いてくるか。楽しみですね。いやー、ここはだって落としたら絶対ダメっすよ。ま、ここ負けたら正直、ちょっとですね。 今後の J リーグの優勝チームがどちらになるのか。まあ、そんなけ運命をですね、左右されるような、重要な一戦になってくるので、まあ、そのような形でどういったマリノスがですね、今後日程で試合が行われているのか、行くのか、一緒に見ていければと思います。まずこの頂上決戦、絶対に落としてはならない。で、次。まあ、ここでまた ACL が入って、で、ジュ、リバンカップ。 準決勝、ファーストレーグ、セカンドレーグ、裏レーズで厳しい相手に、えー、こういう過密日程で、2戦もやっていかないといけないと。日程が結構ね、か日程くんがちょっと悪いですね。日程がちょっと過密なので、またそれですぐにですね、札幌戦が来ます。で、ここでなんかまた ACL が入、4日がすぐ入って、で、ここで福岡行かなきゃいけないじゃないですか。アウェイ福岡。で、また AC ACL、これ、カヤ FC って、フィリピンだっけカヤ FC いろいろっすよね。 IFC いろいろ。どこだこれフィリピンですね。<laughs> フィリピンまで行かなきゃいけないんですね。これはマリノスの選手たち、こういった海外での戦いに慣れてない人が多いと思うので、ここで海外行って、福岡終わったらすぐ海外行って、5日後にセレッソ戦。必。日程がタイティーなんで。日程がやばいっすね。で、 ねえ、11月24日、新潟戦、最終節の一個前で、ここでまあ優勝が決まればいいですけどね、一番。いや新潟の、新潟の西鉄嫌ですよ。マリオスボーター嫌な思い出がよいくあるが。あのね、大逆転負けを、喫してしまったあの年ね。そう。あの苦い思い出があるからこそ、今年でこれを払拭する場が整ったと。 ここで多分マリノス僕優勝すると思いますよ。新潟戦で。で優勝できればいいですけどね。まあ、片やですね、じゃあ神戸、どういう日程が組まれているか見ていきますか。<laughs> まあマリノスはそういった形でかなりのカミツ君です。で、カミンスカミンスです、カミンスいや、カミしてねえよ。誰がカミンスジュビル言われたの、元ゴールキーパー、ね で、あの、神戸、もう、あと、神戸はもう、きっかり6試合のみです。え<っ>マリノスとはもう、日テイ君がすごいじゃないですか。余裕を持って戦いますが、まあ、逆に神戸は結構厳しい相手が続きますね。マリノス、アントラーズ、湘南も厳しいっすよね、これね。はい。残留争い。残留争いしてるので、ま、ほんに、貪欲に戦ってきます。がむしゃらに戦ってきますね。で、裏は、名古屋、ガンバ、 いや、これは面白いっすね。確かに強いとこばっかですね。いや、これは神戸の力が試されますし、いや、面白いことになりそうですね。片山マリノスは日程が非常に厳しいと。いや、これはいいドラマが見れそうですね。久しぶりに J リーグ。いや、まあ、難しい。ま、その前にね、えー、今週金曜日が、あの、本当に J リーグの優勝を アラをイの制御、優勝アライのですね。これ分かれ目になってくる重要な一戦だと思いますので。頑張れ、セレッソ。セレッソかいやも皆さん、あの、引き続きチャンネル登録の方よろしくお願いします。あざしくお願いします。いくないいやいや早くない。もう十分喋ってほしい。<laughs> 頑張れ、マニアオス。ありがとうございました。あうざいましやればできる